は野球をやったことないという大ハンデがあるんですけど、ちょっと今日もし勝ったら変わってくれんすかね。僕がもうインディゴの選手を名乗るから、いや、そうですね、福間選手はもう徳島盛り上げ芸人としてラーメン屋行きまってもらいました。よいしょですね、競技変えよう、競技。これちょっと、打つんはやっぱほら、打つ仕事やん。そうそうですね。いきなり本職のとこ行きすぎたから、はい、やっぱ僕の方がちょっと高さあるやん。あ、そうですね。球ホールやったら多分負けへん、はいはいはい、気がするんで、ちょっと遠投対決。あ、遠投です。ちょっとやりましょうか。はい、はい、お願いします。遠投対決。やっぱ打点がちゃうから、僕は。はい、この手の発射興奮、すげえ語るな。すげえ語るな。語るよ。科学や野球。はい、お願いします。鼻で笑ってるやん。すごかない。すごかない。そこでシャットしたらすごいと。もう一球だけだけど。今のはもう星の勝ちとんじゃおった。いやー、半分以下でしたね。半分以下。いやいや、まあまあ、野球選手って大きい口叩きたい性格やからな。ちょっとやってもらいましょうか。見せてもらいましょうか。下がってるよ。めっちゃ下がってるよ。え、こんな走る。え、投げて入るんすか、野球やってる人って。そうですね、甘く見てもらうと。インディゴの人ってこんなヤバいんすか。ちょっと待ってくれ。ちょ、マネージャー作戦会議や。ちょっと、はい、おかしいおかしい、うん、ちょっとプロ侮ってました。結構差ありましたね。え、あれドーピングしてる。ドーピングはしてない。してない。もうちゃんと鍛えて。ちゃんと鍛えて、あのしっかりドーピングはしてないです。体のサイズマジで関係ない。あんな針めちゃくちゃ詰まってて、ちょっとごめんなさい、穴取ってました。見た感じサイズ感2倍ありますけど。大人と子供がやってる風には見えたはずなんですけど、もう中身が大すぎる。いや、でもちょっと僕らも乗り込んできた以上このまま引き下がれないんで、ちょっとあと一発だけなんかリベンジをしたいなと思うんですけど、なんかないですか。野球でいいんですか。野球でもちろん、もちろん、まあ、打つと投げるやったと思うんで、はい、取るのとノック対決。ノック対決。わかりました。じゃあそれで行きましょうか。はい。マネージャー勝つんじゃん、これ。5球ぐらい連続取ってるやろ。うそ。あの人、あの人本気っすよ。うわー、これぐらいだと思う。お、やっぱ、あ、取る、取る、おい、おい、あ、早い。
これって飛んでくる方分かってないですよね。分かってないですよね。もう来るやろこれ。おいおかしいって、あんな取れんって。だってちょっと待ってくれ。前の日 LINE もらっといけない。あと2つ外して OK。 おっ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 取るいいよ、もう安心やで、こんだけ取ってたらラストいけるよ。取るわ、全部取った。打てる、投げる、取れる、これがプロか。お前ちょっと今日ので言うなんか一つでもいいんで伝授してほしい。腕の振りが弱いんですね。腕の振り、投げの方が弱い。はい、ここが腑に当たる。ここが弱い。まずでもダイエット。だいぶ後回しになりそうですけど、野球がちょっと頑張って引き締めて倒しに行きますんで、はい、心なしか、あの胸のそのワンちゃん悲しい顔にびしょ濡れのワンちゃんになって、距離不安そうだ。次はこいつにね牙を向かせますよ。待っといてください。ありがとうございます。